小泉一馬の泉ちゃんでございまして、あの3月議会がね、終わりました。小泉もね、本当にね、もう1年分以上の仕事をね、してまいりました。3月議会の報告でございますが、本当に実りある議会でございまして、今回、ダダンと。 質問1回でね条例できちゃいましたっていうそういうお話でございます。これね当然小泉が一度質問したらなんと条例がね1本できちゃったって非常に効率のいい仕事をしている議員小泉一真でございます。全国の地方議員の皆様もこのテーマ <laughs> 追っかけてみてみください。一度で条例できるかもしれません。なんてことを言いつつですね、あの、ちょっとおさらいね、させてください。いちゃんでもね、このテーマやったことあるんですよ。で、何をね、じゃあやったかっていうと、はい、じゃじゃんって。で、いちゃんのね、ナンバー9。これ、ちょうどね、去年の今頃です。去年の3月議会で何をやったかっていう質問。 そういうい報告をしてますね行政の道具審議会長野市は自治地方自治法違反状態っていうそういうネタをやりましたでねこれどういうことかっていうと長野市にある審議会委員会ってありますよねあの長野市のね市役所だけの内場だけで政策決めてたらよくないって だから外部の人の意見をね取り入れようそのためには委員会作ろう審議会作ろうでそこでみんなの意見を聞いて政策決定していきましょうっていうすごくいい発想のものであるはずの審議会なんだけれどもこれがねあのいや長野市の言うことを聞く人だけインスタにしてるで行政の都合のいい結論。 出るように持ってっているなんていう批判ありがちですよね。で、実際ね、長野市はそうだったんじゃないかなって思っています。でね、小泉が去年の3月議会の問題意識って何だったのかっていうと、これなんですよ。これ。これちょっとね、地方自治法の話、ちょっとだけ、ちょっとだけさせてください。地方自治法第138条の4第3項っていうのがありまして、ここでね、地方自治体の審議会どうあるべきかということを決めてあるんです。 法律または条例の定めるところにより付属機関というものを置けるんです。付属機関っていうのは審議会やなんとか委員会ってやつね。だからね、法律または条例っていうものによらないと付属機関は置けませんよっていうことで地方自治法は謳っています。それがね、長野市はできていなかった。 条例や法律に言わないで勝手に作っちゃった行政や勝手に作っちゃった要綱設置とこれ内部決裁ですよ要するに議会のチェックを経ないで条例設置でなかったそういう審議会がねこんだけあったんですこれ、ね、数えてみると1234567891011個ありましたでこれが今回ね条例ができまして 正常化するっていうことなんです。だからね。あのー、議案の説明の時にね。はっきり行政は言っています。去年の3月議会でご指摘をいただいたんで、条例を出します。ってことを言ってます。つまり、小泉の3月議会の去年のね。3月議会の質問を1年間、うん地方自治法違反状態って言われちゃって困ったなあっていうことで、今年になって出してきた条例案というのはこちらですね。はい。 えー、長野市執行機関の付属機関の接種等に関する条例これ出してきましたこれでねあのさっきも見せましたけどねあのこれがねこれまあこれこれまあ大き,大きく映さなくてもいいですけれどもこれがこんだけね正常化するってことなんですよ逆に言えばこれだけ今までね地方自治法違反状態だったんです でね、あのー、小泉のね。その質問によって条例が1本できちゃった。こんなことね。本当と珍しいんですよ。議員が1回はい。これどうなってんですか？って質問したら？条例で直します。っていうことまで持っていけるっていうのはね。本当に珍しいです。だから小泉もね。あのー、議員になって、今まで1期目で今4年目ですけれども見ててね。そんな事例ね。全然見たことないですよ。 でそれれはちょっと自慢ですけれどもであの賛成討論というのを、ね、採決の前に小泉やらせていただきまして何を言ったかというとこれでね長野市の審議会政治は正常化する正常化するんだけれどもはっきり言ってね小泉がそういうことを言うまでこういったものが違法状態にあるってことはね放っておかれたわけなんですよ議会がチェックしきれなかった。 でしょ小泉がチェックして初めてああ違法なんだってことが分かったんです。だから今後の議会はこの条例が成立したからよしとするのではなくてね引き続き議会は長野市の審議会委員会のあり方チェックしていく責任があるこれからもチェックのね責任きちんと果たしていく議会であるべきだ。 小泉はその点を討論しまして、満場一致、全員一致で可決させていただきました。はい、長野市議会議員の皆さん、ありがとうございました。小泉の質問提案でできた条例です。今後もね、小泉は、市民の目線で、これおかしいなと思ったこと、ズバズバ発言していきます。皆様のご指示があってこその今回の成果です。 皆様にも感謝しますどうもありがとうございます